の知能の高い生き物を殺す意味もなく殺すっていうのは良いことだとは思っていないのですが、ちゃんと調整とか世界とのバランスを取った上での数量をっていうことであれば、これは日本の食文化でもあるので、美味しくせっかくあるものならそのままじゃあ廃棄とかっていうことよりはいただいた方がかえって命も大事かなと思ったりもしますので、こちらもですね、見ていただくと売り切れのマーク出てますけども、非常に製品の補充がなかなか回らないぐらいに好評いただいています。